バックスピン、別名バックフックやっていきます。まず基本姿勢になってください。そしたらですね、今度左手肘からボールにつけてロックします。そしたら右足を後ろに伸ばします。しっかり後ろから外側に伸ばして体を後ろに倒します。そうすると左足膝裏が自然とかかるんですけれども、ポールにかかったら膝、両膝を曲げます。これやってみます。基本姿勢から左手肘からロックして右足伸ばして